在から旅行に来る人って大体列車じゃなくて車やん。切符なんか取り上げても意味なくねー。あ、でも最近ガソリン代が上がってるからワンチャン列車の方が安いから使うかもー。よーし、風呂上がろう。よくわからないことを言っているウープ主は、そこら辺に投げ飛ばしておいて、お得な切符の話をしたいと思います。新潟県内を列車で旅行する人におすすめの切符がこちら。H5 1 day pass と H5 2 day pass の2種、どちらも H5 という名前がついていて、乗り降り自由の魔法の切符なのですが、具体的な違いを見ていきます。まずは有効期限から見ていくぜー。H5 1 day pass は、1 day なので1日限り、乗り降り自由となります。H5 2 day pass は、2 day なので2日間乗り降り自由にすることができます。次に販売期間を見ていくぜ。 H5 1 day pass は平日、休日問わず通年販売しています。その一方、 H5 2 day pass は2023年4月1日までの土日、祝日の2日休みが連続する日にしか使えないので、それに合わせて販売しているとのことです。ちなみに JR 新潟支社ホームページには書いてありませんでしたが、毎度のこと販売されているので、おそらく4月以降も販売されると思います。その次に値段を紹介していくぜ。 H5 1 day pass は大人が1570円、子供が780円となっています。その一方で H5 2 day pass は大人2740円、子供が1370円となっています。2日間使えるということで1200円ほど高くなっています。最後に新潟駅を中心に移動できる範囲を見ていきましょう。最初に H5 1 day pass から紹介します。 H5 1 day pass を使うと、北は村上市にある村上駅まで行くことができます。南は小千谷市にある小千谷駅まで行くことができますので、9月に開催される400玉が上がる花火大会も見に行くことができますよ。東は日出谷駅という日本一奇跡が綺麗に聞こえる場所まで行けるんだぜ。最後に西は出雲崎駅まで行くことができます。H5 1 day pass でも1日では回りきることは不可能なくらい行動範囲が広いことがわかりますね。次に H5 2 day pass に紹介していきますぞ。 H5 2 day pass を使うと、北は富谷駅まで行くことができます。次に南は温泉地H5 湯沢駅を通り越して H5 中里駅まで行くことができます。スキーシーズンとかもこのパスで行けば安く済みますよ。東は野沢駅というところまで行くことができ、西は市振駅まで行くことができます。ゆっくり音声はこの辺で終わるらしいな。最近この読み上げのソフトをネットからダウンロードしてきたらしいので、使い方がわからないらしいぜ。ここまでお聞きいただきありがとうございました。